皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。私のタイムラプス作品、動画作品を見た視聴者さんから、こんな質問が来たんですね。成沢先生のタイムラプス作品見てると音楽が、ちょうどね、その動画作品の尺に合わせて終わってるように見えますと。で、その自分の動画作品に合った長さの音楽を探すのにすごい苦労してるんだけど、ちょうどいい長さの音楽を探すコツってあるんですかっていう質問が来ました。結構その質問くれた視聴者さんは、その音楽を探すのになんか1日2日3日かけて、それでも3日ないとか、そんな結構そういうこと言っててですね、なんかかわいそうな感じだったんですけど、そんなことしなくていいんですよ。編集しちゃえばいいんです。今日はですね、ダウンロードした音楽を自分の動画作品とかタイムラプス作品に合わせて編集する、編曲する方法っていうのをお教えしたいと思います。それでは行ってみましょう。先日川崎マリエンでのその Vlog、 それからタイムラプス動画の作品を投稿したんですけども、その時のタイムラプスの作品の動画の編集ファイルですね、はい、になります。で、これですね、今日はプレミアっていう動画編集ソフトを使ってご説明します。ダヴィンチとかファイナルカットとかでも同じようなことはできるので、この動画を参考にしてもらえばなと思うんですけども、プレミアについて馴染みのない方はここにですね、私の著書でタイムラプス撮影の教科書っていうのがあって、この中でプレミアについて触れている部分があります。その他、タイムラプス撮影についていろいろなノウハウが入ってますんで、こちらまだ持ってない人はぜひ概要欄にリンク先がありますので、ぜひおポチりください。今回私が使っているのはこの音楽ですね。エピデミックサウンドっていうところから使っています。エピデミックサウンド、その無料版もあるのでぜひお試しいただきたいなと思うんですけど、私もいろんな音楽サービス使いましたけど、一番YouTube というか自分の作品作りにはこれが合ってるのかなということで、エピデミックサウンドからダウンロードした音源を使って、このタイムラプス作品は作っています。自分で本当は作りたいんですけどね、ちょっと時間と手間がかかるので、そこは効率優先でやっております。で、一応ですね、見てない方もいらっしゃると思うんですけど、こんな感じで、はい、こんな感じで作ったファイルですね。でですね、簡単に説明すると、この緑のこいつとこの A2 ってやつですね。A2 ってやつと A3、この2つが音声ファイルになります。で、上の V1、それから V3、V4 にあるこのピンクのやつですね。これが動画のファイルになります。この右上のこの部分に出しているのが実際にその作った映像で、こっちが音楽なんですけども、今このタイムライン、こう見ていただくと、ちょっと今日は音楽の話がメインなので音声ファイルを大きくしますね。はい、こうですね。で、こう見ていくと、なんていうんですかね、こう切ってるのが分かりますかね。ここで切ってつなげてるなと、でここもなんか切ってつなげてるなっていうのが分かると思います。要するにですね、だから欲しいところだけをこう抜き出してというか、切って貼ってっていう風にやっていくだけなんですが、これですね、音楽を普段から聴いていない人は結構難しいかもしれないんですけども、頑張ってですね、日頃からこう音楽を聴くようにして、タイミングとかつかめていただければなと思うんですけど、要はサビとか B メロとかさ、A メロとか、メロディーなり展開なり変わるところがあるじゃないですか。そこを節目にしてカットして、わからないようにこうつなぐっていう方法になります。例えば、この音楽ちょっとハードめの音楽でうるさくて申し訳ないんですけどね。まずちょっとさらーっとどんな感じの曲か聞いてみましょうか。これは左上にあるファイルは、
何も切って貼ってしてないファイルになります。この時は夜景のタイムラプスだったのでちょっとメタリックな感じの動画作品にしようと思って、だから音楽もちょっとハードめのやつを選んでます。それでは聞いてみましょう。長いね。で、この波形を見てみれば分かるんですけど、こうなんか太いところはこれ音声の波形なんですけど、音声の音量レベルを表してます。で、細くなってるところあるじゃないですか。で、細くなってるところって展開違うんだなっていうのが分かるわけですよ。あ、間違った、そこを聞いてみましょうか。こんな感じ。あ、おなだまってますね。ちょっとおとらしめになりました。うん、なるほどなるほどと。で、もう一個細くなってるところありますね。ここのところ、これも切りましょうか。おお、なるほどなるほどと。で、この後また太くなるんで盛り上がるのかな。はははは、そうですね。で、この後また静かになりますけど、おー、なるほどなるほど。で、終わり、どうやって終わるのかがポイントなんですね。あ、こうやって終わるのね。もうちょっと前から聞きましょうか。うん、っていう感じですね。だから終わり方はこれに合わせようという感じになりますね。で、この今聴いた音楽のこの一番後ろの部分がこれなんですよ。ちょっとここだけ聴いてみますか。ミュート、そう、この部分がこの左上の元音楽のほら、この部分なんですよ。で、私はこれを、要はですね、これもっと長いんですね。はい、でもここだけ欲しいんですよ。ですね。だからここまで切って、で、この指数フェードっていうのがあるんですけど、これはフェードインですね。音量がだんだん上がるっていう感じです。まあ、もしこれがないとこう突然音が入る感じでプツッとか言うんですよ。だからこのオーディオエフェクト、オーディオトランジションだ、の中にクロスフェード、指数フェードっていうのがあるんですけど、これがプレミアでいうところのフェードイン、フェードアウトなんですね。ダヴィンチとかはもうこのままクリップでこうちょいって調整できるんですけど、プレミアの場合はこうエフェクトでトランジションを入れないといけない。これなんかスーって今入りましたよね。だこれで音がこうパキッて入ってきた時の変な違和感っていうのがないです。まあ、最後はもうこれで決まりですね。決まりです。はい。最後はこれで決まりです。で、最初のやつ、頭をこう見てみましょうか。はい。もともとの音楽はこのドド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 ドの後まだ続くんですよね。また戻るんですよ。なんですけどちょっと長いじゃないですか、うざい。だからここはちょん切って、こうドドル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 でちょん切って、次のこの静かなところですね、こっからやってると。だからこの中間をもう削っちゃってるんですね。はい。
で、この場合は、指数フェード入ってないですけど、まず、トトロ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 っていうドラムのパターンのとこですね。ここ。こっから、ここってその音が減ってるじゃないですか、がっつり。で、そのままつなげたら別に違和感なかったので、ここは指数フェードを入れてないです。そのオーディオトランジションを入れてないですね。フェードイン、フェードアウト。で、この後なんですけど、これもやっぱりね、ある程度聴いてたら、ちょっと飽きるんですよね。で、今、ワン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 ってなりましたけど、これを、ここでタイミング変えようと思いました。何かこう、突拍子もない音っていうんですかね。なんていうか、飛び道具的な音が入ってきた時ってチェンジするポイントなんですけど、こっから、別の音につなげてます。この下のところですね。はい。この下のここのところですね。ここはどういう音楽かというと、あ、同じところ重ねましたね、今ね。同じところ重ねましたね。これはつまり、こうですね。ワン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 ビーンっていうところと、あ、これが2回来るんですね。うん、ここ同じところがあったので間をもうはしょっちゃったっていう感じですね。で、ちょうどこう上と下が同じ音が出るように重なるようにして、それぞれのところをフェードインフェードアウトして、どっちかは消えていく、どっちかはこう入っていくっていう、ちょうどその何ですかね、入るところと消えるところを合わせてると。うんうん。だからこれ指数フェード消してみます。あ、間違った。上だけ聞いてみましょうか。うん、っていう感じですね。で、下を聞いてみましょうか。はい。で、バタ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 ってあるじゃないですか。だからこのバタ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 がちょっと違和感があるので、指数フェードを入れてフェードインさせます。こっちミュート外しますね。で、そうすると、まだ、これでもまだ自然ですけど、ちょっと切れ目が気になるんで、こっちもフェードアウトさせます。指数フェード。うん。こうやってやると、自然ですよね。っていうような感じで、切って貼ってしていくんですよ。今、私はこう、減らす方向でやりましたけど、増やすこともできる。もっと長くすることもできるんですね。っていうような感じでやっていくと。あーっていう感じですね。うん。こういう風にですね、編集してます。毎回。はい。で、この気になる方は、ここの下にちょっとこの音はあの、なんだろうなっていう風に思ったと思うんですよ。これはですね、環境音というか、効果音というか、になります。これ、スウォッシュって音なんですけどね。はい。こういう音ですね。こういうなんかその、トランジションが入った時に、こういうのを入れると、ちょっとなんていうか効果音っぽく、普通の音楽とは違うその音のマネジメントっていうんですかね、そういうのができるようになると、うん、まあ気づかない場合の方がほとんどなんですけど、こういうのを入れていくとちょっとクオリティが上がったように感じるんでね、こういうのをやっていますということでした。まあこんな感じでですね、動画作品に対して音楽を追加している、音楽を編集している、まあこれをやれば自分のその表現したい動画の長さに合わせて、音楽を編集作ることができるので、合わせることができるので、まあ、この辺のセンスはこう使いながらね、学んでいっていただければなと思います。これだとですね、自分の思うがままにというか、ある程度、自分のやりたい尺に合わせて音楽を調整することができるようになります。はい、それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。